まり性それ五分。さあ、アイギスはモードチェンジを主流として戦うキャラクター、そしてリセはマーカーを相手につけて戦うキャラクターですね。そうですね、音符マーカーを相手につけてついている状態だと一部の技の性能が変わる、その状態をうまく活かせるかどうかという感じになってまいります。さあ、まずは第1ラウンド、これで今はローリーアイギスジャンプシーンきっかけから今度はきっちりブーストコンボに移行する。ネギのネギを叩き落としてブーストオーバージャンピー、これはたまらずバーストを使っていく。こちらはオーバージャンピー再び当たって、しかしこれはあっとやはりブーストゲージがなくなってしまったか、ちょっと煙が出てしまっていく。ガーキャンで難を逃れてこの隙にアイギスを攻めたとかい、リセガーはしゃがみにゲダンが当たった。頑張ってアローシャはただ上で口に行くか、上端に連れていきたかったが、これはコンボを吹かしてしまったか。サトリングをかわして後ろに下がりつつ飛び攻撃巻いていく。ちょっとかけながらしゃがみに当たってジャンプシーンから SB メギド、キャノンから最後は女神の大盾。まずはイギス一本選手。さあ続いて第2ラウンド、体格ブラジナリスは後ろに下がっている。これは体育普通ガードができないのでキッチで当たっております。うまく引っ掛けたところからいつもの定番コンボをダウンを奪って次の置き攻め、裏に回ったが逆ギレがちゃんと裏に向かって出てくれている。こちらも負けると逆ギレを返していく。コイビーしていきたかった、これは体育ただし後ろに下がっている。ここでリセが覚醒、足に追い詰めてブラジナリスト、これはペルソナを消していくか。お見合いから動いてブースト崩しに行きたいが、これは逆ギレアクション、そしてリセチンフィールド、ミッドが当たってジャンプでブースらしいブラジナリスト逆ギレアクション、これが当たってなんとか引き返すことができたが、金色バーストを使ってゲージがマックス、崩しつつ画面端固めて、これは緊急スケープで端を出しつつ、さあここはマスターラス反射を持って飛びローズに対してピッチに、しかしこれでアイギスが覚醒してしまったので体力削ることが大変になってしまったか。アローシャは拾いからリセティフィールド、これで勝利崩していきたい。リセなくなってしまった、足場がヤーバレジャンプジャンプ引っ掛けからそのままエリアル決めていったのはローリーアイギス。見事ローリン選手の勝利です。 1P 側は見事に勝利しました。それでは続いていきましょう、ペルソナ4 ジ・アルティマックスウルトラスープレックスホールド準々決勝第2試合、選手の入場です。ワンピガは当日予選枠雪王、スーピーガは関西エリアユースペースマジカルヒロ、さあこれよりこの両選手が準決勝進出をかけて戦います。それでは握手をして準備をお願いします。お、入るね。さあそれでは実況解説お願いします。はい、今のはあれですかね、インスタ映え的なあれですね。そうですね、後で綺麗に加工してあげていただけるでしょう。はい、はい、そして、ベスト8に残ってきたキャラ、まあ、先ほどのリセもそうですけれども、ユキコ、珍しいキャラが上がってきましたね。そうですね、しかもシャドウタイプということで、はい、はい、かなりあのユキコ自体あの
そうですね、飛び道具だったり火力だったりっていうのは基本的には揃っているんですけれども、かなりテクニカルなキャラと、あとキャラ相性っていうのも結構左右されがちなキャラだったりするので、あんまりこういうその準々決勝の舞台まで上がってくるっていうのは珍しいんですけれども、もうここはヒロさんのもう強さが本物だっていうことだと思いますので、この舞台でシャドウユキコどうやって動かしてくれるのかものすごく楽しみにしてます。はい、とのことありがとうございます。では、参りましょう。準々決勝第2試合、レディーファイト。先ほどの試合に続いてアイリス2連続ですね。こちら節操アイリス当日予選で上がってきましたが、もうペルソナ界で知る人ぞ知る有名アイリスですね。ペルソナをイメージ。さて 2P 側はヒロシャドウユキコということで、シャドウユキコ予選の段階でも何度か画面には映っていたと思いますけれども、今度はどのように活躍していただけるでしょうか。受けたまわりました。勝利の女神はどちらに微笑むのか。ラウンド1。さあまずは第1ラウンド、まずは後ろに下がって有利な状況を作っていきたいです。シャウンターもあって、まずはいいと思うぞ。さあガッシリ対してはこれはきついタッチガードを奪っている。たまらずバーフィンタッチング、足を削除してタッチへ当たって、これはマイルですが、足の端でもつながるこの炎のマイループ。タッチ B から固めてクイックエスケープで画面端を脱出。それでは待っている間にブーストゲージがなくなってしまった。あと一挙にギャグギル使ってしまったので、フェイタルカウンターの一体お仕置きが待っている。マイルーをいつもより多く回っております。まあ、ハラギラインからのもう一発のハラギライン、これで固めてガードギルをつけて、この状態なので炎の攻撃がガード不要になりました。ジャンプ C でペルソナを消した後、いつの間にかユキコ側のペルソナのカードが残り1枚に。ユキコもペルソナをかなり主体とするキャラなので、これはなかなか大変だと思います。これでペルソナブレイク。しかしアイリス側の体力残りわずか。飛び道具の飛ばし合い、しゃがみに上がってクイックエスケープからのしゃがみへ。まずはシャドウユキコが一本選手。続いて第2ラウンド、空中戦開幕。お互い後ろに下がるところは変わらず、しゃがみ B、アギ、もろもろ設置しながら、まず仕掛けていったのはユキコ側。たまらずバースト早めに使っていく。ガトリング、バルカン砲を打ちますね。アギ設置に飛び込んでしまった。これはうまく迎撃できた。アギ設置、お気で投げがあるので、そのままつなぐ。マイループ早めにゲージを使っていく。アギナイン、このレベルを上げてガードキルも準備を万端。固め、ここは逆ギリアクションで切り返していく。さあ、イギスがここから巻き返すことはできるか。縦なで縦を張りまして、ゲラメヒット。さあ、ブースト裏回りジャンプ。これはバーストを使っていく。やはり触られたくはない。あと、これは漏れてしまったがボコスカッション。中断。イギス側もプスプス煙が出てしまっている。投げは抜けた。さあ、またお互い後ろに下がって仕切り直して、シーが当たって、ジャンプ B 丁寧に崩していく。ワンマーキャンセル、ダメージ伸ばしていきたい。イモダンヘイタルカウンター、グラニマルクバースト。さあ、お互いに体力少なくなってきた。どうなる。ジャンプ C 広い場マニアだが、最後はアギの起爆が当たっている。勝利したのはシャドウユキコ。 2P 側の勝利です。さあ、綺麗な舞を見せていただきましたね。さあ、それでは続いての試合いきましょう。ペルソナ 4G アルティマックスウルトラスープレックスホールド準々決勝第3試合、選手の入場です。ワンピー側、関西エリアユースペースマジカル代表、モジャ。
ピー側関東エリア大東ステーション所沢代表レニさあそれではこれよりこの両選手が戦います。では握手をして試合の準備お願いします。そして実況解説お願いします。はい、さあこちらモジャ選手とレニ選手どちらもアークレボの全国大会には何度も出場されている強豪のお二人ですね。そうですね。では、試合の方進めていきましょう。準々決勝第3試合レディーファイ。ようこそベルベット。ここは夢と現実。さあ P 側モジャクマ対 2P 側レニーシャドウアマダ。ペルソナのレニーさんもともとクマ使いでいらっしゃった記憶があるんですけれども。そうでしたね。でなのでクマの対策はよく分かっていると思うんですが、対するシャドウアーマダも、まあ、今でもって言ったりして大丈夫なのかな、なかなか最近の対戦シーンが振り返っているとは思うんですけれども、シャドウアーマダやはり強い、よくいるキャラとして認識されていたので、さすがに対策はバッチリだと思うんです。そうですね、お互いの対策見せていただきたいと思います。はい、受けたまわります。有効激突。まずは第1ラウンド、クマ対シャドウアマダ。開幕テレビをつけてアイテムを投げつつジャンプへ、これはシャワニーファイブ。画面端に追い詰めてサッコロマルとの連携、そのプレイを仕掛けていく。叩き落として、ただまだ画面端しかしうまく受け身が取れまして、ここからクマ巻き返していきたい。影は抜けている。クロマルを殴ってついでにテレビを出してクマワープからロシャーが必死、これはガードをしてしかさず反撃。ここでクマが覚醒、しかし一発もらってしまって即暴走ファイアプレス。さあこれはゲージがあるのでファイアプレスからのアルティメットクロスで倒しきって、きっちり倒しきっていく。まずはシャドウアマダが1本選手。さあ続いて第2ラウンド、コロマル走っていく。ドライアイスはこれはガードをしまして、コロマルの体力を少しでも削っておきたい。 C で突っ込んでくるコロマル、これは一時的に回避させてカレーを相手に食べさせる。こうすると逆に自分に状態異常がついてしまう。ここはフェイクマ逆ギレしたが位置が悪い。逆に着地にフェイタルカウンターをもらってしまう。メリラマコンボで自分とコロマルの体力を回復させつつアルティメットクロスダメージを稼いで、これでクマが覚醒。ジャンプめくりマッドアサルト。さあクマの固めアイテムを投げながら逆ギレはガードしているが、さてしゃがみしフェイタルカウンター。画面端でのコンボチャンス、パペットマからトマホーク、一気に体力が削れている。毒をついているのでかなり見た目以上、数字以上のダメージが出てますね。さあお互いの残り体力わずかだが、立っているのはクマ。さあ最終ラウンド、開幕いきなりスクリュー打っていく。遠距離ドライアイス投げて立ちへヒット、空中ヒットはきっちり確認。逆ギレアクションで切り返す。逆ギレこれは見ていたが反撃は間に合わない。投げをしまして、通常投げからそのままコンボが続く。さあ挟み込んでこの丸の攻撃、この2人同時攻撃表裏になったか。おっと暴走とバースト噛み合って引っかかってしまう。手を出してしまった。これはあとゲージがちょっと厳しいが、スマホをぶっ放してペルソナを消すが、そのままエリアルでフィニッシュ。勝利したのは 2P 側シャドウアマダ。
さあそれでは残る準々決勝最後の試合いきましょう。ペルソナ 4G アルティマックスウルトラスープレックスホールド準々決勝第4試合、選手の入場です。ワンピーガは東進祭2016優勝、シータ。スピーガーは九州沖縄エリア台東ステーション福岡天神店代表、ペペ。ぶっこんでくるね。さあそれでは準決勝最後の出場をかけてこの2人が戦います。では握手をして試合の準備お願いします。実況解説お願いします。はい、準決勝最後の試合になります。さあ東進シータとペペ選手のミツル、どちらもあのミツルとミナウズキということで分かりやすいあの技が揃っている2キャラかと思いますので、はい、素晴らしい戦い期待しております。はい、では参りましょう。準々決勝第4試合、レディーファイ。ようこそベルベット、ここは夢と現実、精神と物質のあなたのお住まい処刑の時間だ。それでご分、この牙城をぶち壊せるか。さあワンピー側、前年度優勝者シータ選手のカタカナミナズキ、ツーピー側ペペ選手シャドウミツル。開幕まず引っ掛けてきたのはミナズキ側、福読みから引き出してマレハシ通り、これは直が折り曲げながら切り返していく逆ギレアクションで早めの切り返し、こちらも逆ギレアクション、逆ギレアクション、こちら無敵技、前回の共通で持っている無敵技なのですごい今の解説になってしまったんですけれども、突きは大きいものの強力な武器になっております。直がからワンマーキャンセル、ここで崩す逆ギレからさらにコンボつないで、ゲージがたまらないがダメージ十分。まずはワンピーガーミナヌキが1本選手、続いて第2ラウンド、開幕タッチで強気に振っていったドロアガードされたもののクイックエスケープを投げて勝って、画面端にしゃがみへドロアマリンカリンを打ちまして魅了をつけて、それで相手の SP ゲージを吸収たまらず、ここでバスト。さあ遠距離ペルソナで拾ってワープで自分も行く、さあここでミツが回れていくがしゃがみに使ったところにすかさず押し置き、直打直打、さらにミツル側が白く光っておりますが、それでも倒されてしまっては厳しい、ここでバースト使わざるを得ない。ドロはドロで画面を往復してしゃがみ、ビにはつくよみの対空ずらし、勝利したのはシータミナズキ。ミナズキ勝ってください。さあそれでは激闘を勝ち抜き4名の選手が残りました。それでは準決勝です。ペルソナ 4G アルティマックスウルトラスープレックスホールド準決勝第1試合、選手の入場です。ワンピー側北陸エリアジョイランドサバエ店代表、ローリー。
ズーピーガー、関西エリアユースペースマジカル代表、ヒロ。さあ、それではこの両選手がこれより戦います。2人の選手にまず大きな拍手をお願いします。そして握手をして試合の準備をお願いします。それでは実況解説。はい、はい、ヒロ選手2連続アイギスですね。そうですね、はい、ただ先ほどしっかりアイギス対策されていたようなので、先ほど1試合目で勢いづいているローリー選手にどこまで食らいつけるか、そしてローリー選手はユキコをどうやって対処することができるのか見ていきたいと思っております。はい、では参りましょう。準決勝第1試合、レディーファイ。ようこそベルベット。ここは夢とベルベット。まずけてやります。さあ、1P 側ローリーアイゲス、 2P 側空間クロシャドウユキコ。まずは第1ラウンド、今度は前に出始めたか。シャドウユキコがコバジャンビーを前に置いていって、ジャンビーを巻いて火炎テーブルパー上げていく。画面端、ユキコは後ろに下がって様子を見る。フリーには攻めない。モードチェンジをしっかり使って、アジエがヒット。アギを拾い直して、アギ設置柄の切れ目、C からマハラギ高め直して、どこで使っていくか。ここで爆破が当たった。トミーに対して立ち絵が当たる。バーキルもつけて火炎テーブルも一気に上げて、さあ状況は整った。アギライン叩き落としたらガードフローが待っている。これがユキコのワンオン連携。さあ、そのまま覚醒後のアイギスの体力をきれいに削り切っていった。まずはシャドウユキコが一本選手。続いて第2ラウンド。さあ、先ほどは一気に決められてしまったが、今度はアイギスが決めることができるか。フォアで近づきたいが、うまく迎撃しているシャドウユキコ。ジャンプへ空対空、アギで拾って拾ってダメージを稼ぐ。しゃがみに近いところにきっちり扇子が飛んできますね。今度はアテナで弾き返した。扇子が鬱陶しくなかなか近づけないか。立ち絵に対して逆リアクション、空中でも打ってる。さあ、逆に自分が立ち絵、しかしゲージがないと踏んだがモードチェンジ。女神の大盾、鏡に巻きながらブーストをうまく使って緩急つけて攻めていく。逆ギルガード、しかしスパキャンが待っている。アギライン手を出してしまった。こちらも逆ギルアクション、バトリング。さあ、今合間で火炎レベルを上げてダメージ増強も忘れない。アイフはガードを固めていきたい。ここで放送を使っていく。ボンボスカアクション。さあ、一気に決めていけるか。叩き落として、アギライン、わずかに足りないが、これでアイギス覚醒。さあ、一気に持っていきました。タッチへヒット。さあ、勝利したのはヒヨシャドウユキコ。さあ、まずは一人決勝戦進出決めてきました。それでは決勝に向けて残る椅子はあと一つ。了解。ペルソナ4ジ・アルティマックスウルトラスープレックスホールド、準決勝第2試合、選手の入場です。ワンピーガワ東進祭2016優勝、シーター。
スーピー川関東エリア大東ステーション所沢代表レニー。さあこれより決勝戦進出をかけてこの2名の選手が戦います。まずはこの両選手に大きな拍手をお願いします。それでは握手をして試合の準備お願いします。そして実況解説お願いします。はい、さあ残すところ2試合になってきましたね。いや、なかなかここのシャドウアマだと水月ってあまり見ない組み合わせというか対戦ですね。どのようになっていくのか、はい、非常に楽しみにしております。あと残り2試合、はいはい、では始めていきましょう。準々決勝第2試合レディーファイ。ようこそベルベット。ここは夢と現実、精神と物質。さあ、ワンピー川シータミナズキカタカナの方対ツーピー川レディシャドウアマダ。試合前のこの時間も大事に使っていきたいところ。水月と、シャドウアマダ、そうですね、シャドウアマダ側、先ほどの、予選の方でも解説したんですけれども、シャドウタイプ基本的に爆発力を求めているタイプでありながら、シャドウアマダは安定力を求めたシャドウタイプという特殊な感じになってまして、対して水月側は、シャドウタイプがそもそも存在しないキャラクターで、通常時の平均火力が高めなので、まあどちらもではないな、火力が高めなのでシャドウの体力一気に削っていけると思うんですけれども、そのあたりどうなっていくでしょうか。己のプライドをかけ今戦場に立つ。死ぬラウンド1。まずは第1ラウンド、コロマルを出させずに、まずは果敢に攻めていく。サバイバルナイフを当てて一気に画面端まで追い込んで、空対空からその場面引っ掛けていく。さあ、ここでアマダが前に出た。コロマルを空中でやり過ごしながら地球にはしっかりガードしている。これ実は中断なんですね。さあ、遠距離、ここでコロマル振ってきたが、しゃがみへ振っている。さあ、画面端、ここは使ってしまったか。きっちり押し置き、そしてペルソナブレイク。これは水月側なかなか痛い場面ですね。ここで暴走。そう、ペルソナブレイクしてしまうと、バーストってペルソナを使っているのでバーストもできないんです。このように必殺のコンボに持ち込まれてしまう。最後は超合体アルティメットクロスでフィニッシュ。一気に6000ダメージ。やはりペルソナブレイクは怖いというところで第2ラウンド開幕。まずはコロマルを攻撃して同時攻撃を防いでいきたい。逆ギリアクションガードすかさずしゃがみ、カウンターはバーストを使っていく。ナイフを打ってペルソナを飛ばして使ったところ裏に回っていた。すかさずアマダのコンボ。さあ、こちらも逆ギリアクションで切り返し、ピークエスケープ、後ろに笑わせない、固め固め空中逆ギレ。これはこのまでに当たっているか。チャージスラッシュと3で裏に回って、ここはしゃがみ C が当たっている。すかさずシータ選手が覚醒してしまった。さあ、ここで引っ掛けてバーストゲージがあるので、これはもしかすると、いや、使うまでもないか。アルティメットクロス、ここはあれですね、次のラウンドを見越して、念のためバーストを温存したが、最後は通常投げでフィニッシュ。やり込みを見せていきました。勝利したのはシャドウアマダ。見事シャドウアマダレニー選手決勝戦進出です。さあ、先ほどのシャドウアマダ水月戦ですけれども、レニー選手、シータ選手が動きたいなって思うところにコロマルちゃんと置いてましたね。そうですね、はい、レニ選手 のダメージの初動が結構コロマルが引っかかって、ワンコンボを持っていってそのまま固めを継続してさらに崩していくっていうパターンが、定石パターンがうまく入っていたので、ここはレニ選手の動かし方 のうまさが出ていたかなと思います。
はい、じゃあ決勝のカード、そんなレニー選手対、ヒロ選手、シャドウ、はい、シャドウ、ね、シャドウ対シャドウの対決にやはりなりますね。そうですね、どちらも爆発力という点で、はい、見ものなんですけれども、特に、さあそれではですね、とうとうここまで来ました。激闘の末に勝ち残った2人の闘士、いよいよ雌雄を決する時がやってきました。勝者はただ一人です。ペルソナ4ジ・アルティマックスウルトラスープレックスホールド決勝戦、選手の入場です。ワンフィガーは関東エリア台東ステーション所沢代表、レニースピーカーは関西エリアユースペースマジカル代表、ヒロ。さあそれではこの2名がこれより頂点をかけて戦います。ではですね、一人一人にコメントいただきましょう。お願いします。はい、シャドウアマダを使ってるレニーです。まあ、このゲーム大好きでずっとここまで続けてきたんで、まあ、最後もせっかくなんでこのキャラの強いところを見せて終わりたいと思います。応援の方よろしくお願いいたします。そうですね、まあ、1回戦が一番緊張してたんですけど、今はすごい落ち着いた気分でいるんで、まあ、いつも通りの自分を出して勝てたらいいなと思います。ありがとうございます。さあこれより戦う、それでは2名の選手に今一度盛大な拍手をお願いします。では握手をして席についてください。そしてラストの実況です、お願いします。はい、さあ本当にいよいよ最後の試合になってしまいました。そうですね、泣いても笑ってもこれで最後になりますので、お二人にはぜひ悔いのない試合をしていただきたいと思っております。はい、じゃあ最終戦ということで、やっぱり観客の方も盛り上がっていただきたいんですけども、ペルソナ、プロレスとかを意識したゲームなので、オープニングの中にこんなセリフが入っております。ちょっと借りさせていただきたいと思います。ペルソナファンよ、準備はいいか。ありがとうございます。それでは最後の決勝戦楽しんでいきましょう。レディーファイ。ようこそベルベット、ここは夢と現実の話だよ。あなたのおすすめ。さあここまで良い試合をたくさん見せてきてくださいました。ワンピー側シャドウアマダレニー選手、ツーピー側シャドウユキコヒロ選手、全体的な今回の、予選決勝トーナメントに勝ち上がった32名の中では、シャドウタイプとノーマルタイプの比率ほぼ半々ぐらいだったんですよね、確か。そうですね、だいたい32名の中で、シャドウキャラが12名半分切っていたぐらいだったの で、ね、シャドウタイプもないキャラもいるので、まあ、半々ぐらいかなという感じではあったんですが、最後やはり勝ち上がってきたのはシャドウタイプのお二人でありました。受けたまわります。さあそんなシャドウ対シャドウの対決、制していくのはどちらでしょうか。いよいよ決勝戦。まずは第1ラウンド、まあ、お互いに空中に飛びながら、ここはまずはユキコが仮面端に固めまして、炎の前ガードしたところで前に出る
マイグレ、これは子供の体力を削る意味もあるのでガードされても十分に。しゃがみしいから固め固め、あ、アギを2つ設置しまして、この丸を出す暇がない。猛烈な固め、どうする。ここはガードキャンセル、ゲージを貯めて冷静に切り返していく。さあ再び立ち回り戻りまして飛びを落とす。ここで早めにバーストを使っていく。立ち右から右ジャンプを織り交ぜながら固めを継続している。やはり天田、一度ターンを渡してしまえばこの場所の連携プレーで一気に持っていかれてしまうので丁寧に攻めています。このロマイ、ここからアギを2発、そしてさらにペルソナ重ねた知恵がヒット。ようやく画面が動いた。テイラからのジャンプではガードしている。後ろに下がってテイラがヒットからのマイルフープに持っていく。残り体力も少なくなっているが、これはマハラギラインを打っていく。前に出たがガードが間に合っているか。だがに確保にはいかない。ディアがヒットカウンター。さあ立ち回りに戻って、今度はこの丸と一緒に攻めていく。クイックエスケープで画面端は脱出。9位でめくってディアラマー、体力回復、少しでも体力差を埋めていきたい。ここでバースト、しかし残り時間が少なくなってきている。このまま固めていけばマハラギライン、時間稼ぎにもなるか。後ろに下がってタイムアップ、粘り勝ち。まずは 2P 側、シャドウユキコが1本選手。続いて第2ラウンド、ハイジャンプお互い飛んだが捕まえたのはシャドウアマダ。さあ先ほどとは逆にシャドウアマダが追い詰める形になった。リアを透かしてすかさずコンボ。こちらも丁寧に固めていきたい。ペルソナ打って、これはガード、ターンが入れ替わった。立ちに当たる。さあまた遠距離になりまして立ち回り、中段下段を崩していきたいが無理はしない。しゃがみでヒット、ここで暴走を使う。逆切れアクションファイアブレス、逆切れアクションファイ SB ファイアブレスからのアルティメットクロス。さあこうやって火力も出していける。これで取り返して1対1。やはり攻めた方が勝つのがこのゲーム最後の第3ラウンド。このセンスを打ってペルソナを近距離で炎の舞ループダメージ稼ぎつつ、最後はガードキルを選択。炎レベルを上げてくることが多かったが、ここはガードキルで一発をもらいに行くか。いいから空対空制した。逆切れアクションガード、空中ヒットだな。15分、この丸で拾い直して地上に持っていける。チャージスラッシュ、ここで通常投げ。さらにフェイタルカウンターしているが、空中ヒットなのでフライングができる。バーストガード、さあこれはこちらもバーストガード。ディアラマ逆切れアクション、セロの連携逆切れアクション、ファイアブレス、最後は超合体アルティメットクロス。優勝はレニー選手、おめでとうございます。さあそれでは見事勝利した優勝したレニー選手、コメントいただきましょう。今の気持ちお願いします。いやもう本当嬉しすぎて